貼ってよ。早朝の岡山後楽園、月曜日です、まあ、日曜日はね大いに盛り上がった桜カーニバルなんですけど、ちょっと来てみました。ちょっとしょっぱなからね、あの空き缶、まあ、お酒の缶とかクーラーボックスとかね、まあ、置いてあったんで、まあ、こんな朝の5時にポツンとあるわけがないということで、多分ずっと一晩中置いとったんですかね。忘れ物なのか、それともめんどくさいから、どちらか。ちっちゃいゴミが今の段階では見えると、まあ、今年はね屋台ゴミとかそういう屋台から出たゴミはそのお店で捨てれるようになったんですけど、まあ、結構ブルーシート場所取りなんですかね、どうなんですかね。まあ、去年はねブルーシートたくさんあったりしたんですけど、まあ、そのまま放置っていうか、まあ、持って帰るのがめんどくさいというか、まあ、持って帰っても洗って、まあ、天日干ししないといけないんで手間かかるんで、そのまま放置っていう可能性もありますね。いう感じじゃないですかね。ここからの屋台があるんで、そろそろ結構本格的な感じになろうとしてるんでしょうか。ありますね、これ炭そのまま放置ですね、これそのまんまです。結構ね向こうの方にもねちっちゃなゴミ反対側ですかねあったりするんですけど、まあね、まだ桜がね満開じゃないんで、まあ、そんなにまだこれからかなと思うんですけど、これですね、なんかタバコじゃなくて、まあ、火で遊んだような感じです。そのまんまです、このまんまだと。まあ、ゴミというよりかはゴミもあるんですけど、氷をまあそのまんましてますね。まあ、全然水に帰るんでいいんですけど、まあ、こう見るとやっぱイメージ的には良くないですよね。さあ、来ました。ちょうど屋台が目の前にあるところ。
まあ、当然ゴミもあるんですけど、でもどんな感じなんでしょう。そういうコーナーなのかな。すごいな、ここ。こういうとこにもゴミがあります。これちょっと立てかけたような。ところどころでね、こういったゴミが残ってますね。あとこういう点々とっていうか、ゴミがそのままあったりとか、これはなんだろう、炭そのまんまであったりっていう感じですけど、こんなことありえるんですかね。感じなんですかね、これ。また使うんですかね。ここにゴミがありますけど、おそらく、なんていうんですかね、多分会場イベント終わってから多分ここにボランティアの方が捨てたと思うんですけど、多分岡山市が配布しているそういうボランティア袋なんですけど、多分これこういうゴミが置いてあったと思います。だから比較的綺麗 なのかなと思います。で、まあね、ここちょっとだいぶかけ離れ、あの会場からねだいぶ離れた場所にあります。おそらくね、あんまり取ってほしくないというか、まあそういう感じになってしまうので、だいぶ結構離れてますね。まあね、これが本当に桜カーニバルのゴミじゃないことに
ね、願いますけど、多分おそらくなんですかね、川から流れ着いたものとか、多分そういうものもあったりすると思うんですけど。